さあ始まりました。どうも初めまして、鼻クソベチャ太郎ラジオ、略してライオンキングのお時間です。僕にはたくさんのボケ DM が届くようになったわけなんですけど、そんなボケたいなら存分にボケなさいということで、視聴者のお悩みという形でお便りを募集したので、それをラジオ形式で答えていこうのコーナーです。多分他の活動者がこういうの募集したら、すごい真面目なものだったり、ちゃんと内容に沿ったものが届くと思うんですが、僕の元にはもうゴミカスチンコみたいなものしか届かなくなりました。世界って残酷ですよね。世界って沈黙ですよね。チンコって残酷ですよね。っていうか、チンコ臭いやつってなんで臭いんですかね。でも中には真面目なものも届いてるのでね、それも込み込みで今から答えていきたいと思います。今この動画を見てくださってる方たちは、ぜひ、睡眠用や電車の中、作業中に聞いていただけると、ウレチンコプリプリシコシコそれでは1通目いきたいと思います。ペンネームりのこさんからのお便りです。痩せたいですとのことで。なるほど、甘えなデブ。ありがとうございます。次がですね、ペンネームルナさんからですね。好きな人ができません、どうしましょう。なるほど、知るかボケと言いたいところなんですが、そうですね、好きな人は無理して作るものではなく、そのうちできてるものなので焦らなくて大丈夫です。ニキビと同じ原理ですよね。なんかニキビを作るぞという気持ちで作ったことありますか。ないですよね。そういうことです。ペンネームお寿司大好きさんからのお便りです。お寿司がマジで嫌いなんです、どうすれば好きになれますか。うん、まずペンネーム変えよっか。うんお寿司にツンデレしたところでってなっちゃうんでね。うん、お寿司別にときめかないので。次がペンネームがちょっとないんですけど、ペロペロさせろということでね。黙れ。ペンネームリスキュンの足裏に住んでる水虫さんからですね、リスくんは本当に下ネタ言うけど、リスナー思いで裏でよく頑張ってるの知ってるよ。少し息抜きも必要だよ。リスくん最近声に元気がないし、本当に心配です少し休憩してね。あと友達にリスくん紹介した時の第一声が美味しそうでしたってことでいただけます。いただくな。うん、うん、最後で台無しですねその友達グール、うん、まあでも心配ありがとうございます。まあ声に元気ないのは気のせいです。これが通常ですから安心してください。次がペンネーム水の耳クソさんですね。耳クソが詰まってて取れません、取ってください、病院に行きましょう。うん、悩み聞かせてって聞いてそれ言ってくんの特殊すぎるってあとペンネームきしょい。ペンネームド M 野郎さんからのお便りです、リス君好きすぎて生まれてから彼氏できたことないんだけど大丈夫かな。割と普通に焦る、もうすぐ18なのに。俺のせいか、そっかどまいいや、ていうかね、まだ18ですよ。いや全然若い若い。あとド M か。うん、いいですね。ペンネーム遠くから見たらハンマバキさんからですね。質問です。最近巨大カマキリと戦うのがやめられません、どうしたらいいでしょうか。本人やね。うん近くで見てもハンマバキやね、それ。次はペンネームビリリダマさんからのお便りですね。最近先輩のピカチュウ様に遊びに誘われるのですが、毎回ボールにされます。黄色いやつ、ピカチュウ様に一発言ってくれさいということで。何がとは言わないですけど、ビリリ玉がピカチュウ様のことうざいって言ってました。ペンネームほろ酔いさんからのお便りです。好意寄せられるけど全部やりもく、体目的対処法ぼということで。でも逆を返せば、それほどまでに魅力のある女性ってことですよね。でもやっぱりせっかく好意寄せできた男性が体目的だとがっかりするし、もしよかったら対処法を教えるので今週の土曜日飲みに行きませんか。ペンネーム渚奈由さんからのお便りです。この前ずっと伸ばしていた髪をセミロングまで切りました。初恋の子が黒髪ロングが好きで、でもその子は見向きもしてくれず、ついには知らない間に彼女ができていて、その子にとって私はずっと幼馴染のままなんだなと思いました。なので今回の散髪と一緒にこの恋も諦めます。リス君、私の背中を押してほしいです。なるほど、行くよードーン。次がペンネームビッグオバチワンさんからですね。あら、隣の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 森下さん、あら、お孫さん、まあ大きくなったわね。お菓子あげちゃう。森下さん最近なんか見てない？実はね、最近小さいおじさんがいるって路地裏に聞いたの。あなた私よりはだけど可愛いから、あはは、じゃあね。言語不自由？何、薬やってんの。ペンネーム勉強嫌いさんからですね。おすすめの勉強法を教えてください。いや、これね、そもそもちょっと僕に聞くのが間違いなんですけど、なんかトイレで勉強するのがいいって小さい頃に聞いた気がするんよね。だから便器に顔面突っ込んで逆さの状態で
勉強するのがおすすめです。ペンネーム鶏肉に住んでる人さんからのお便りです。恋愛経験ゼロで唯一ガチで好きになったのがリス君なんだけど、こんな子でもいいですか、こんな子でもいいですかって言葉がおかしいな。うん、なんかそれ僕が OK する前提じゃない、こんな子でもいいですか、それでも僕は好きだよって言われる前提の言葉じゃない。あと鶏肉に住んでるんでしょちょっとねそれはねいいですよ。次はペンネームストロングゼロさんからのお便りです。どうしたら付き合ってくれる、いやーね、さっきからこういうの多いねいやーね、モテモテで困っちゃうなどうしたら付き合ってくれるか、金です、金をください。しりとりしよう、やだ。あ、続きましてペンネームマルチョさんからのお便りです。リス君の性癖が知りたくて悩んでます、教えてください。性癖とかちょっとねそんな際どい話すいません、ちょっとすいませんちょっと恥ずかしいんですけど、そうですね、乳首とかをこねくり回せば大概の男性は喜ぶと思いますよ。次がちょっとペンネーム無名さんですね。好きな人がいるのですが先生で、私学生なのでこの気持ちどうしたらいいですか。なるほど、あと先生と生徒の恋愛はどう思いますか。いやーすごい青春漫画みたいな、青春って言うんですか、あるんですねこんなこと。いやでもね、恋にダメなものなんてないと思うし、そういう AV もたくさんありますので、いいと思いますよむしろ頑張ってください。ペンネームコーヒー豆の割れ目さんからのお便りです。付き合うならアウトドア派インドア派どっちの子がいい、インド人派ですね。次はペンネーム中くらいのママンさんからのお便りです。ツイートとかインスタの投稿に1万にいいねしたりリツイートするのってキモいですか。いやいやいや、むしろありがたいことですよ。こんなもんはね、早ければ早いほどいいわけですから、もっともっと早く、誰よりも早く、たくさんその人のことを知って、で住所まで特定しちゃって家に突撃しちゃいましょう。そしたら警察沙汰になります。ペンネーム偽名さんからのお便りです。お兄ちゃんに性的に奪われた、二人の時に襲われてから気まずいけど親に言えることじゃないから、今はなかったようにして振る舞ってるけど、ショピーが奪われて、奪いたくもない兄のドピーを奪って、襲われたのは自分が小5の時、どうすればいい。なんかみんななんかすごい経験してますね、で本題はどうすればいいってことなんですけど、奪われたものはどうすることもできないし、逆に君もね奪ってるわけですから、それ以上に何かしたいならもう兄のチンコを切り落としてメルカリで売るとかどうでしょうか。僕は責任は一切負いません。次はペンネーム歯の裏の奥にある耳たぶさんからのお便りです。リス君の歌ってる時に思ってることは何ですか。脇の下わさびだらけだペンネーム恋する乙女さんからのお便りです。クラス替えして彼ピッピとクラス離れました。文化祭とか体育祭などの準備とか練習が一緒にできないんです、慰めてください。いやそれは悲しいですね文化祭とか体育祭の準備一緒にできないの辛いですよねどんまいどんまい次がですねペンネーム大丈夫か心配すんな俺がいるからさんのお便りですね俺がお前のこと一生守ってやる、いやー余計なお世話ですよね中学生のちょっとグレてる女の子かアスナにしか響かないセリフなのよ。ということで以上お悩み相談ラジオだったんですけど、本当にろくなもの届きませんよねいやね、次回胸毛ぐるぐるポルノグラフィティ略して金縛りラジオでお会いしましょうではまた